宮マゴタ竹は、原テ木天狗竹科に属する、キノコの一種。古実体は、中型ないし、大行で、全体の高さ30センチメートルに達する場合がある。傘は、釣りが形あるいは半球型からほぼ平らに開き、計算から20センチメートル程度、地には、弱い粘性があるが乾燥しやすく、淡い白色ないし、帯灰褐色あるいは倉灰褐色を停止。 時に、ほぼ白色の厚い被膜片を乗せることがあり、終焉部に、ごく短い放射状の条光を生じ、表皮は剥げにくい。肉は薄く、脆い肉質で白色を呈し、傷つけても変色せず、味も匂いも女で刺激性はない。だは、やや密々で、幅広く、柄に、理生しており、白色で、縁は、粉状をなし、小だを交える。 柄はほぼ上下胴体で、長さ6から25センチメートル、計5から15ミリメートル程度、全体がほぼ白色、中ほどより、やや上部に白色で膜質のツバを備え、ツバより、髪型はややこな状、下部は繊維状でしばしば多少ささくれており、基部には白色、膜質の大きなツボがある。は厚く、内部には柄の基部を囲むようにして、 エ状の凹みを備えている。胞子紋は純白色を呈し胞子は累休形で無色かつ、平滑油滴を含まない。ひだの縁には、無色、白膜で逆フラスコ状内ー創ージ状の無症細胞が多数存在する。傘の表皮は多少ゼラチン化した、細い補腹性菌糸で構成されている。端子柄の基部や、小実体の構成菌糸の核壁部には、 多数のカスガイ連結が認められる。初夏から秋にかけて、うなかあるいは松か、もしくはこれらが混じった、林内の地上に、個性内視点々と群生する。生態的な性質の詳細については、まだ不明な点が多いが、おそらく、これらの樹木との間に、外生金根を形成して生活しているものと、考えられる。現在までのところ、日本特産である。日本では、 北海道、千葉県、静岡県、岐阜県などから記録されている。なお、本種のタイプ標本は、岐阜県において、もみ族を交えた水なら林内で採集されたもので、ある。傘が、類白色ないし開白色を呈するものは、ドクツルタケなどと、また肺褐色の傘を持つものは、卵天狗タケや、古天狗タケもどきなどと誤られる場合があるが、五三種はすべて、 傘の周辺部に放射状の条報を生じない点に注意すれば区別することができる。また、鶴竹魂は全体に本州よりも小さく、傘の周辺部の条報がより長い点や、放射がやや長形である点で異なっている。族内では、卵竹や童心竹などと同じグループに置かれてはいるが、今のところは、食毒不明である。 一部には食用に供しているキノコ愛好者もいるようで、あるが推奨できない。各地のキノコ愛好者の間では、宮間ドクツルタケ、宮間玉ゴテングタケ、大オ袋オテングタケ、あるいは大オオツルタケダマシなどのナで呼ばれていた。種商名イマゼキーは、菌類学者イマゼキムツヤに、懸命されたものである。小田、T、田中、C、アンド、エムツダ。 2001アマニタイマゼキー英乳スピーシーズインアマニタセクションシゼリマイケロージア93 1231から1234柏木由美子2010宮間卵竹を食す千葉金瑠竹和解解放26時10分 -11 ありがとうございます